サンプレスの話が出たんで、まあ、ロス・アプソンとかっていうレコード屋さんとかに、まあ、あのしか置いてるの見たこと俺はあんまないんですけど、うん、でまあ、サンプレスっていうそのなんか、まあ、なんか一点物のなんかシルクスクリーンの T シャツとか、うん、まあ、服を売ってる人がいて、まあ、なんかその人のセンスすごい超かっこいいなと思ってて、俺ああのまだ見れるんですけど、あのドミューンのクリスチャン・マークレイカーいて、なんかその Facebook って書いてあって、その Facebook の AC のところがアナルカントになってるのマークになってて、で Facebook でなんかそのなんかあのなんかフレンドアドみたいなボタンと、なんかその Facebook のあのなんていうの、あのプロフィール写真のサムネが2枚貼ってあるんだけど、うん、なんか それがあのなんかマイアミゾンビ事件っていうのがあって、あその、まあ、はい、そうそう、あのマイアミでなんかそのバスソルトっていうあのその銃で撃たれても倒れないドラッグをやっちゃった人が、あの早くなりすぎてあのそこら辺に歩いてる人の顔を食べちゃったっていう事件があったんですけど、うん、なんかまあ その人 の被害者とあの加害者の写真を並べて Facebook アドフレンドって書いてあって、なんかすげえセンスだなこいつと思って、でそんな誰もわかんないじゃん調べようと思わなかったら、でそれ一点物で売っててさ、そんでなんかそので俺が買ったんだけど、なんか それさ、あのいやこのコンセプトめっちゃ面白いと思うんだけど、なんかその、まあ、面白いって言っちゃいけないような事件ですけど、あのなんか それをこうなんていうの、シルクスクリーン一点物で売ったらもう見れないみたいなのでやってんのってめちゃめちゃすごいっていうか、超かっこいいなと思いますけど、なんかあとね、なんかあのあれだ、あとなんかあのなんかスカーフェイスのトニー・モンタナ、うん、となんかあのお母さんの写真があって、そのお母さんとトニー・モンタナのモーフィングされた写真のプロフィール画像みたいなのが貼ってあって、うん、オールマムズ・ビカム・トニー・モンタナって書いてある、うん、T シャツがあって、うん、どういうセンスなの、うん、そんな T シャツ買うだろしかも一点物なのになんか3800円とかさ、うん、いやそんでもない、2800円とかそんぐらいで売ってる、うん、いやちょっとね、いや俺はなんかまあ、本当になんていうの、アート業界の人見る目ないなと思いますけど、あの人やばいっすよ、本当に多分結構なあのあれだと思います、あの、まあ、ぶっちゃけちょっと本当当代随一の絵画作家ぐらいなイメージで僕はいますって、なんかもうでサンプレスの T シャツとかって本当なんかそういうとこ出るともう飛ぶように売れてくる、だからそのでまあメルカリとかもあんま出てないし、だからみんな持ってたいと思う、だからなんか すげえ面白い。俺が一番最初に買ったのは、うん、NEC の多分あのなんていうの、あのなんていうか、ああいう見本市とか行くとさもらえる T シャツみたいなのあるじゃん、うん、ああいうのにの上に多分プリントされてんだけど、うん、NEC ってネクロの NEC だから、うん、だからそのネックっていうので多分イメージだと思うんだけど、うん、NEC のそのなんていうの、そのグッズの T シャツの上にゾンビの絵なんかがプリントされてるっていう、うん、シャツがあって、それすげえ気に入ってよくライブとかで着てたんですけど、うん、それなくしちゃったっすね。だからいやでもサンプレスはちょっとほんとすごいっす、あの人本当になんか ちゃんと取り上げてほしいと。そうね、全然情報ないし、うん、言及してる人ほぼ見かけたことない。そうね、なんかでも毎年ロス・アプソンのトップページを書いてくれているっていうことしか分からない、うん、そう、というかもうなんかあの本当に なんかあの すごいと思いますけど、なんだろう、あんなになんかコンセプチュアルなものとかをなんかそのサブカルとかも合わせながらこう、うん、消化できる人ってなかなか、ていうか全然俺正直バンクシーとかで全然あのセンスいいなと思ってるし、うん、なんかどっかでやってほしいですけどね、展覧会とか、ね、うん、あとワンズ、はい、ワンズシフォー